さあやっていきましょう。極おのぼりクロトンね。今僕のレベルが95ぐらいなんだけど、こいつの攻撃をねまともに受けるとレベル95のオロチでもね、瀕死状態になるんで、ちょっと気をつけてやっていきたいと思います。危なかった今。さあちょっともうちょっと広いとこで戦いたいね。もうちょっと広いとこ。ちょっとこっち来てくんねえかな。うわー、いやんこっちゃない。ほら味方が。もうちょっとね広いとこで戦い使わないとあいつの攻撃避けらんねえからね。ちょっと一人で頑張ってるけどさ。まあ、くそ、ほら言わんこっちゃない。さあじゃあ助けに行くか。いやさすがにこんな狭いとこで戦えないよね。ちょっとこっち移動しよう。いやそんな狭いとこで戦っているとやられるぞまた。あほら言わんこっちゃない。もうよし行こう。避ける。でもこの光オルチの人ね結構うまいね。一人であそこまで粘ったんだな。ほら、いいねゴールちゃん。よっしゃ避ける。ヒーラーが一発でやられてしまった。さてと味方をねちょっといや助けての、よし行った。オッケー戻る。避ける。ゴールニャンでも一発なんだ。やばいな。避ける。オッケーオッケー、いい感じ。今んとこはいい感じ。あともう少し。いいねいいね。避ける。みんな避けろ。よしオッケーオッケー、もうダウンさせた。止まれ、止まるんだ。よしで電波電波。正確には電人トラップなんですけどね。で技を出す。お、よしよしいい感じいい感じ。よしもう一個使おう。今で7、おーやばやばやば、どんどん鬼玉溜まっていく。これマルチでやってるんで、あの鬼玉 ×4 なんですよ。だから今8万だね。さあ本当はねさっきはね20万ぐらいいったんですよ。この時点で20万だから5万か。さあなんでごめんなさい。よし技入った。あー20万いかなかったか。さあ今の時点で3万だから鬼玉が ×4 で12万でしょ。でこいつやっつけたらねクリア報酬として多分2万か3万ぐらい入るんで15万ぐらいいくかな。でも味方が本当に僕だけじゃなくて電人トラップね味方全員が用意してくれてバンバン決めてくれれば余裕で30万とかいくんじゃないかな。さあちょっと気をつけていこう。レベル94のオロチ、まあ僕なんですけど
でもこいつのスタンプ攻撃を食らうとね、一発でやられてしまうんで、さあ、これを食らってしまうと俺も一発なんだ。危ない、技決めたい、技入るか、避けられた、避けられた。これ決まってたらもう倒せたのに。よし、いった、よかった。さあ鬼玉が、あー、これ最後でっかいの来たぞ。2万5000来た。ね、よかったよかった、本当に。これ今回はインターネットを使ってマルチだったんですけど、もうちょっとこの連携が取れる人たちだったら、そうだね、あの電人トラップをこののぼせトンマに食らわせまくって鬼玉をね、その間にゲットできるっていうことをすればね、まあ普通に20万30万軽くいくだろうね、おのぼりクロトン。まあその分やっつけるの難しいけどね。そう、多分ねレベル99マックスでもおのぼりクロトンね、かなり厳しいと思う。よし、多分ランクが上がったんだと思う。スキップ、あ、スキップできんじゃん普通に。あ、なんだ、やばい、あー、なに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 、1101001000万、99999が最大なんだ。あ、そうなんだ、20万30万いくわけじゃないんだね。うわうわうわ、おのぼりクロトンのビーコン、一体何使うのか全く分かんないけど、あ、みんな大当たり狙っていけばいいのにね。うわー、来たね、取れるかな、これ、ね、一体何使うの。あー、やめて、いやー、やられた、負けたわ。武器ミーの宝玉だって。さてさて、多分ねみんなのレベルってどんぐらいだったんだろうね。ちょっと待ってよ、この上手かった人はレベル、あ、やっぱねレベル88だね。うん、この人上手かったからね。この座敷わらしんの人はレベル、あ、レベル47だったんだ。レベル47で115のね、なんだっけ、おのぼりクロトンやっつけちゃったんだ。でも結構この人うまかったね。うん、ヒーラーの立ち回りをねよく理解している人だったと思いますよ。うん、ゴルニャンはレベル80か、なるほど。やっぱりレベルが一番上なのは俺か。さあちょっとねレベル上げをして12万か、20万30万余裕で手に入るのかなと思ったんですけど、はい、レベル95になりました。あともう少しでレベル99ね。はい、ご視聴ありがとうございました。